こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマ、 QR コード請求書払い還元率ランキングのご紹介となります。いよいよ固定資産税や自動車税のシーズンとなりました。お得に税金を支払いましょう。さて、日は4月30日火曜日となっております。まずはじめに QR コードの請求書払いのメリットについてご紹介いたします。2つ目は QR コード請求書払い還元率ランキング、最後にお得なキャンペーンとなっております。ぜひ最後まで見ていってください。まずはじめに本日の動画でお伝えしたいことは2点となります。1点目です。今年もいよいよ固定資産税や自動車税の支払いシーズンが近づいてきました。早い方では5月1日から自宅に納税通知書が届き始めます。2点目です。本日の動画でお得に税金を支払う方法として QR コードの請求書払いをご紹介いたします。なんと 3.5% 還元を得ることができます。つまり本日の動画では納税通知書が届きましたら QR コード請求書払いでお得に税金を支払おうといった内容となっております。目次一つ目は QR コード請求書払いのメリットについてご紹介いたします。まずはじめに QR コードの請求書払いとは一体どういったものかご紹介いたします。お手元にこのような請求書が届きましたら、ご覧の赤枠で囲った通り QR コードが印刷されているかと思います。こちらの QR コードにつきましては2023年から開始されました地方税統一 QR コードといったものであります。この QR コードをお手元のスマホ決済に読み込むことで支払いが可能となっております。では地方税の支払い方法をまとめましたでご紹介いたします。全部でご覧の表の通り5つ用意されております。地方税お支払いサイト、クレジットカードの支払いのみ手数料が必要となってまいります。それ以外の QR コードやコンビニ請求書払い、ページ、口座振替につきましては手数料無料となっております。なお、地方税お支払いサイトのクレジットカードの手数料についてですが、おおむね 0.8% から 1% 程度の手数料が必要となってまいります。では次に各支払い方法のメリットとデメリットをまとめましたのでご紹介いたします。まずはじめに QR コード請求書払いとなります。メリットとしては何といってもポイント還元がある点となります。さらにオンライン上で支払いも可能となります。デメリットとしては支払い上限がありまして30万円までの支払いとなっております。次にコンビニの請求書払いとなります。メリットとしては一部ポイント還元がありますが非常に少額であります。そしてコンビニ支払いの場合は領収書が付与されます。デメリットとしてはコンビニに出向く必要があります。次に3つ目は電子マネー7個ワオンとなります。メリットとしてはポイント還元がありまして、領収書も発行されます。デメリットとしてはコンビニに出向く必要がありまして、支払い上限が5万円までとかなり制限されております。次に4つ目は地方税お支払いサイトとなります。こちらクレジットカードで支払うことができます。メリットとしてはクレジットカードのポイント還元があります。デメリットとしては手数料が取られてしまいます。次に5つ目はページーとなります。オンライン上で支払いが可能となっておりますが、ポイント還元がない点がデメリットとなります。最後に口座振替となります。メリットとしては一度設定すれば都度振込作業が不要となります。デメリットとしてはポイント還元がありません。そして本日の動画では QR コード請求書払いのポイント還元についてランキング形式でご紹介をしていきます。なお、QR コードの請求書払いに対応しておりますスマートフォンアプリはたくさん存在いたします。この中でも全国規模で大きな決済アプリとなりますと、aupay や amipay、paypay、他にも d 払いや楽天ペイがあります。目次2つ目は QR コード請求書払い還元率ランキングとなります。ご覧の表は大手の決済アプリを還元率でランキングしたものであります。まず第1位は楽天ペイとなりました。QR コード支払いとなっております。決済方法は楽天ポイント、あるいは楽天キャッシュであります。還元率はなんと 3.5% 還元となります。この 3.5% 還元のチャージルートは、三井住友カード、ゴールドナンバーレスのマスターブランドから JAL ペイ、モバイルワン、楽天ギフトカード、楽天キャッシュルートであります。こちらのルートをたどりますと、合計還元率は 3.5% 還元となっております。続いて第2位は LINE Pay となりました。なお LINE Pay につきましては QR コード支払いが対応しておりませんので、バーコード支払いとなっております。決済方法は残高払い、あるいはチャージ&ペイとなっております。還元率は 2.5% 還元となります。
チャージルートにつきましては、三井住友カードゴールドナンバーレスのビザブランド、あるいはプラチナプリファードから LINE Pay のチャージ&ペイで支払った場合は 2.5% 還元となっております。プラチナプリファードの場合は 2.5%、三井住友カードゴールドナンバーレスの場合は 2% 還元となります。続いて第3位は au Pay となります。こちらは QR コード支払いで税金が支払います。決済方法は残高払い、還元率は 2% 還元となっております。チャージルートとしては、三井住友カードゴールドナンバーレスのマスターブランドから au Pay プリペイドカードでチャージを行います。なお au Pay につきましては特典があります。タヌキの抽選会にも参加することが可能となっております。続いて第4位はファミペイとなります。こちらも QR コード支払いとなります。決済方法は残高払いで、還元率は 1.5% プラス10円となっております。チャージルートは JQ カードセゾンゴールドの JCB ブランドからファミペイへチャージを行います。なおファミペイにつきましても特典が付与されております。支払い1件につき10円相当のファミペイボーナスもゲットが可能であります。では続いてランキング第5位はペイペイとなりました。QR コード支払いで税金を支払うことができます。決済方法は残高払い、あるいはクレジット払いとなっております。還元率については残念ながら 0% 還元。チャージルートは PayPay カードから PayPay の残高払いとなります。特典といたしましては PayPay ステップの対象とはなっております。最後に第6位は D 払いとなります。こちらも QR コード支払いとなります。決済方法は残高払いでありまして、還元率は残念ながら 0% となります。チャージルートは銀行口座からのチャージのみとなっております。では今回ランキング第1位となりました楽天ペイにつきまして深掘っていきたいと思います。楽天ペイではお得に楽天キャッシュを調達することで還元率を拡大することが可能となっております。では詳細見てまいりましょう。ご覧の表は楽天ペイ請求書払いで利用いたしますお得な楽天キャッシュ調達ルートをまとめたものとなります。全部で5種類ご紹介しております。まず一つ目ですが、楽天カードから楽天キャッシュを調達するルートであります。こちらのルートに関しましては 0.5% 還元でありますが、6月4日以降につきましては 0% 還元になってしまいますのでご注意ください。メリットとしては何といっても手間がいりません。そしてデメリットは還元率が比較的低くなってしまいます。そして二つ目のルートは楽天エディルートであります。こちら当チャンネルでも非常におすすめなルートであります。三井住友カードゴールドナンバーレスのマスターカードから JAL ペイ、ANA ペイ、楽天エディ、楽天キャッシュルート、合計還元率は 3% 還元となっております。なんといってもこちらのルートのメリットはオンライン上でチャージが可能となっております。デメリットとしては Android スマホが必要となってまいります。さらに Android スマホはお財布携帯、あるいは NFC の機能が必要となってまいります。次に3つ目のルートはミニストップルートであります。三井住友カードゴールドナンバーレスマスターブランドから JAL ペイ、モバイルワン楽天ギフトカード楽天キャッシュルートであります。こちらのルートの還元率は 3.5% 還元となっております。なんといってもメリットは高還元であります。デメリットとしてはコンビニに出向く必要があります。続いて第4つ目のルートとなります。セブンイレブンルートであります。チャージルートは三井住友カードゴールドナンバーレスマスターブランドから JAL ペイ、ナナコモバイル楽天ギフトカード楽天キャッシュルートとなっております。こちらのルートの還元率は 2.5% 還元となっております。メリットとしてはセブンイレブンですので店舗が非常に多くあります。デメリットとしてはコンビニに出向く必要があります。最後にファミリーマートルートとなります。 JQ カードセゾンゴールド JCB ブランドからファミペイ楽天ギフトカード楽天キャッシュルートであります。合計還元率は 2% 還元。こちらのメリットはファミリーマートは店舗が多くありますが、デメリットとしてはファミリーマートに出向く必要があります。では本日の動画では当チャンネルおすすめの楽天エディルートについて詳しく見ていきたいと思います。三井住友カードゴールドナンバーレスから JAL ペイ、ANA ペイ、楽天エディ、楽天キャッシュ、合計還元率は 3% 還元、オンライン上でチャージが可能なのが非常にメリットであります。では楽天エディルートについて詳しくご紹介いたします。三井住友カードゴールドナンバーレスから JAL ペイ、Apple ペイを経由して ANA ペイへチャージを行い、楽天エディから楽天キャッシュへ交換いたします。なお楽天キャッシュにつきましては楽天ペイでご利用の際はさらに 1% 還元を付け加えることもできます。では三井住友カードゴールドナンバーレスの詳細スペックとなります。年会費は5500円であります。
年間100万円のご利用で、翌年以降年会費を永年無料とすることもできます。ブランドはビザブランド、あるいはマスターブランドから選択することができます。ただし JAL Pay へのチャージにつきましてはマスターブランドとなっております。続いておすすめの100万円修行方法は、楽天証券楽天キャッシュで年間60万円、ショッピングのご利用で年間40万円をおすすめしております。還元率ですが、基本還元 0.5%、 毎月の利用金額合計に達して200円につき1ポイントであります。そして年間100万円のご利用で1万ポイント、還元率は 1%、 さらにリボワザも追加いたしますと 0.5% で、合計還元率は 2% 還元となっております。そして対象のコンビニや飲食店で最大 20% 還元、 SBI 証券クレカ積立では 1% 還元、こちらは年間100万円以上利用の際となっております。では次に JAL Pay の詳細スペックとなります。年会費は無料であります。ブランドはマスターのみとなっております。基本還元は 0.5% で、200円ごとに1マイル付与いただけます。チャージ手数料は無料であり、チャージ上限は1日100万円まで、ショッピング、ATM コースとなっております。チャージできるクレジットカードはマスターブランド、あるいは JCB ブランドであります。発行条件は特にありません。では次に ANA Pay の詳細スペックとなります。年会費は無料であります。ビザブランドであります。基本還元は 0.5% で、1会計ごと200円につき1ポイントとなります。チャージ手数料は無料であり、チャージ上限は月30万円まで、チャージできるクレジットカードはマスター、ビザ、JCB、Apple Pay となっております。発行条件は特にありません。では次に楽天エディと楽天キャッシュの詳細スペックとなります。年会費につきましては無料となります。楽天エディはタッチ決済であります。基本還元は 0% でありますが、楽天キャッシュ利用時に 0.5% 付与予定となっております。こちら6月4日以降となります。ただし請求書払いにつきましては残念ながら 0% 還元であります。チャージ手数料は無料であり、チャージ上限は月10万円まで、チャージできるクレカは楽天 ID に登録ができるクレジットカードであります。発行条件は楽天エディから楽天キャッシュへの交換は Android スマホのみに対応しております。さらに Android スマホはお財布携帯または NFC の対応が必要となっております。次に楽天ペイの詳細スペックとなります。年会費は無料であります。コード決済でありまして、基本還元は 1%、 1会計ごと100円につき1ポイントゲットができます。チャージ手数料は無料であり、チャージ上限は月50万円まで、登録できるクレジットカードは楽天キャッシュ、楽天カード、マスター、ビザであります。発行条件は特にありません。では本日の動画でご紹介しております高還元クレカルートにつきましては、こちらの関連動画でも詳しくご紹介しております。 JAL Pay がクレカチャージに対応いたしまして、新ルート誕生で 4% 還元となっております。こちらは2024年最大級の朗報となっております。さらに楽天キャッシュにつきましては、利用時にプラス 0.5% 還元付与いただけるようになります。こちら6月4日開始予定となっております。そして高還元クレカルートの主役といえば、楽天エディから楽天キャッシュへの交換となっております。こちらの動画では月間10万円の上限突破方法についてご紹介しております。これらの関連動画につきましては、本動画の概要欄に URL を貼り付けております。気になるものがありましたら、ぜひとも見てみてください。目次3つ目はお得なキャンペーンとなります。本日ご紹介いたしました高還元クレカルートで利用いたしますクレジットカードを、大手のポイントサイトから新規発行いたしますと、ご覧の通りポイントゲットができちゃいます。まずはプラチナプリファードでありますが、紹介サイトからご加入いただきますと1万ポイントゲットができます。さらに公式サイトでも最大1万8000ポイントのキャンペーン実施中となっております。そしてオリーブゴールドにつきましては、公式サイトでなんと3万9100ポイント、そして JQ カードセゾンや JQ カードセゾンゴールドにつきましては、公式サイトから8000ポイントのキャンペーン実施中となっております。 JQ カードセゾンシリーズでは公式サイトのキャンペーン少なくなっておりますので、このチャンスに手に入れてみてはいかがでしょうか。そして PayPay カードにつきましては、ハピタスとモッピーから3000ポイントのキャンペーン実施中となっております。なお、ご覧の表につきましては、当チャンネルおすすめのクレカ積立即利で利用いたしますクレジットカードや証券会社となっております。なんと全部申し込みますと21万4400ポイントもゲットができます。これらのキャンペーンにつきましては、本動画の概要欄にすべて URL を貼り付けております。概要欄から申し込んでいただけますと、当チャンネルでも少額ながら報酬がございます。もしよろしければ概要欄から申し込んでみてください。
さらに大手のポイントサイトでは新規に ID を発行し条件を達成するとポイントがゲットできちゃいます。まずは大手ポイントサイトのハピタスのご紹介となります。4月30日まで登録者限定ということで広告を利用し1000ポイント以上獲得で最大1200ポイントゲットすることができます。次にポイントインカムのご紹介となります。入会ボーナスで1000ポイント、交換ボーナスでも1000ポイント、合計で2000ポイントゲットすることができます。最後にモッピーのご紹介となります。入会後のミッションクリアで2000ポイントゲットすることができます。これら大手ポイントサイトの新規 ID キャンペーンにつきましては本動画の概要欄に紹介コードや紹介 URL を載せております。まだ ID を作成していない方はぜひこのチャンスに ID を作成してみてください。